遅刻してます。はい、本当に頑張ります。はい、で、ちょっとね、予定があって、はい、で、昨日は本当に公演ありがとうございました。なんと、ゆかたんとまなみんが新しいポジションになってね、新しい10人での公演で、結構何、雰囲気とかもめっちゃ変わったと思うんですけど、ありがとうございました。なんかね、アミもゆかたんのポジションを初めて覚えた時に一人だったんですね、新しいポジションが。なのでめっちゃ緊張してたんですけど、はい、でも昨日はなんかゆかたんもまなみも初めてのポジションだったから、二人とも心強かったと思います。はい、楽しかったです、本当に。で、たくさんアミタングラブの方見つけられて嬉しかったです。ありがとうございます。公演楽しかった、お疲れ様、ありがとう、あやなちゃん、ありがとうございます。そう、ありがとうございました。ちょっとだけ配信です、ちょっとでも配信ありがとうございます。そう、こちらこそありがとうございます。そうなんですよ。で、ルームスのコラボ配信もね、初めてやったんですけど、なんかコラボ配信がなんかよく分かんなくて、なんかね、こよたんとかがコラボ配信をやったことがあるらしくて聞いたら、なんかコラボ配信が片方でしか映れないっていう感じになってたらしくて、ちょっとよく分かんなかったので、2人のあれを2人の何なんて言うんですか、2人のなんて言うっけ、2人の、あ、そう、配信を一気にして2人1個の画面に2つ映ることにしました。はい、学校はまだ、あ、もう今日がね、夏休み最後の思い出です。はい、おはようございます。なんか優雅な音楽が、そう、ちょっと流してます。ふふ、涙ぐらいまでありがとうございます。ひりょるくんお疲れ様、こちらこそありがとうね。あ、もちさん、わざわざ東京からありがとうございました。ありがとうございました。はい、おはようございます。おはよう、おはようございます。ツインテールかわいいってこじさん、ありがとう。そう、ツインテールしました。はい、皆さん多分お仕事の、もうすぐお仕事とかやったのに急に見に来てくださってありがとうございます。昨日の夜公演で初めて見ましたが、アミタンかっこよかったです。え、日高浩二さん、ありがとうございます。おはよう、ゆいちゃん、おはようございます。ありがとうございます、嬉しい。昨日はね、本当にね、初めて来た方とか、関東からね来てくれた方とかたくさんいて嬉しかったです。ありがとうございました。おはよう、源之助さん、はじめまして。ありがとうございます。おはようございます。おはようございます。はい。そう。でね、朝早く出て、さすがにね、車では配信できないかったので、ちょっと15分間だけやります。皆さん、おはようございます。すいません、めっちゃ急に始めちゃって。おはようございますね。昨日本当にチータンかっこよかったですよね。センター、実は24日の公演でね、わがままのポジションが変わってたんですよ。そこでちょっと何、あ、なんて言うんやろ、予告っていうのかな、なんか あるかもみたいな感じだったんですけど、はい、お疲れた、ありがとうございます。お疲れた、お疲れた、おはようございます。おはようございます、おはようございます。皆さんもう朝ごはん食べている頃、もう食べ終わっていることかと思うんですけども、はい、昨日も可愛かった、ゆいちゃん、ありがとう。ゆいちゃんも可愛かったです。アミアヤ大好きマンです。いつか二人のわがまま見れますように。ああ、ありがとうございます。そう、アミアヤもね、いつかできたらいいねって言ってます。
にぎやかね。アミタによりバブオールいますね。フィリオール公演ありがとう、楽しかった。アミも楽しかったです、ありがとうございました。また見に来てください。やっぱり口癖のあくびは止まりませんね。ありがとうございます皆さん、ほんまに仕事始まりましてて、あ、日高浩二さん頑張ってください、お疲れ様です。小賀拓也さんありがとうございます。こんにちはじゃないわ、おはようございます、おはようございます。そうでも最近結構かっこいい曲にも表現を取り入れるようにしてます。そうそう、なんかあのアミが見てほしいとこは命のそのあざ笑ってところなんですけど、待って、あの本当に声出てない、すみません、寝てたのでさっき、あざ笑っての、あのあざ笑うっていう歌詞の意味をちょっと取り入れて表現こうはぁみたいなやってるので見てほしいです。今度来た時、今日も頑張るために塩分チャージ感で水でごっくんしてきた。あ、小じいさんありがとうございます。アミちゃんのメールで送りました、その何塩分チャージの飲み方みたいな、なのでぜひ皆さん真似してみてください。おはよう、今日仕事休みだから見れてる。おかくんありがとう、アミちゃんクラブでありがとうございます。そうやばい、なんかマサノンさん恐竜グリーンのとこの振り替わり、あ、そう、雨流れ星は全部振り替わりと思います。なんかでも雨はどっちもの振りするんですね、ピンクと青だから、なんて言うの、どっちの振りするかたまにごっちゃになります。そうだからなんか次にはで舞台始めるのか踊るだけなのか、そこがちょっとね危ないです。不毛で転がるところピタッとピタッと決まってた、アミちゃんすげえかっこよかった、え、ありがとうございます。海太郎さん照れちゃいますよ、アミアドレナリンのおおおおおお、アミでも可愛いじゃん、え、嬉しい、煽ってるところだと思うんですよね。ありがとうございます、おはようございます、おはようございます。海は公園の中では一番何好きな曲何って聞かれても答えれないんですけど、何ってなんかでも一つ一ついいところ、なんていうの、好きな振りはあります。うん、高政さん花火ありがとうございます。9期でも人狼やってほしいですね。9期も一回人狼やったことあるんですけど、またやりたいですね。お仕事行ってくる、めっちゃ一瞬だけでめっちゃよかった、ありがとう。ゆいちゃん頑張ってください、お仕事行ってらっしゃい、お疲れさん。アミタンクラブでありがとう、おはよう。日高浩二さん金魚ありがとうございます。そう昨日のね MC でお祭りといえばっていうねっていうお題があったんですけど、お祭りの食べ物を自分で表すならって感じだったんですけど、アミは金魚で選びました。そう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 、なんでかというと、アミはお家で金魚飼ってるんですけど、そのお家がね、あ、お家じゃない、金魚がねお祭り出身で、やっぱお祭りといえば金魚っていう風な考えがあるんです、アミは。はい、ほんで、あとは、え、2位が2人いる今、
コジーさんとジョエルさん、あ、3位取ってたわ。そう、ほんで何やったっけ、あ、そう、それでナミのね、その金魚の名前はカニです。しかもね、あのカニ座なんですよ。なんか嬉しいですよね、ユミさん、ユミさんとつながりがあるっていうかさ、嬉しいです。ジョエルさん、ココナッツドリンクありがとうございます。カミタン、おはよう。おはようございます。ロドリゲスさん、おはよう。3位取ってたもろい。そう、コジさんがね、ずっとこの、どうかな、2位のジョエルさんの後ろで飛んでたんですね、一人で。でも3位で頭の上に乗ってて飛んでいきました。ありがとうございます。このウサギちゃんがね、おはようございます。金魚なのにカニ、ユミさん、あ、そう、みんなごっちゃになると思うんですけど、金魚のカニって名前です。だから、なんやろ、犬のユカタンみたいな、ワンちゃんのユカタンみたいな感じで、金魚のカニ。はい、今日仕事頑張ります。あ、戻ります。ロドリゲスさん、ありがとうございました。頑張ってね。私もカニ座って、リナちゃん一緒、イエーイ。そう、おはようございます。私の、私、え、知り合いの猫の名前は犬です。あ、そうそう、そういう感じ。なんか猫やけど名前が犬みたいな、だからみも金魚やけど名前がカニみたいな感じなんですよ。ございます。カニのユウちゃんと変わらんやん。じゃあもう改名しようかな、金魚のカニのユウミさん。ちょっとようわからんなるけど、まだ夏休みなんだった。はい、でももうね、これが多分、これがっていうか、もう今日で夏休みの思い出は最後ですね。うん、泣いちゃう。ハトマサさん、ペンライトありがとうございます。朝ごはん食べて、食べましたよ、食べました。おはようございます。15分だけやろうと思うんだけど、15分、何分が15分になる。お祭り、お祭り出身でボケて名前がカニでオチまである、トークの手前またあげた。え、嬉しい、ありがとうございます。もっとね、おしゃべりがうまくできるようになりたいです。赤い金魚なんやねって。まあ赤かな、あれですね、あのオレンジ。あと数秒で15分、ありがとう。15分経過しました、ありがとう。じゃあそろそろランキングを読みたいと思います。あの1位の方は次のショールームで、明日のショールームで書こうと思います。はい、いきます。13位、安奈さん、ありがとうございます。12位、ベリマヤさん、ありがとうございます。11位、マチカの動きたるさん、ありがとうございます。10位、ミキちゃん、ありがとうございます。9位、リナちゃん、ありがとうございます。8位、ゴーシさん、ありがとうございます。7位、マチさん、ありがとうございます。6位、ルドンさん、ありがとうございます。
5位高政さん、ありがとうございます。4位野原しのすけのすけさん、ありがとうございます。3位こじさん、ありがとうございます。2位もちさん、ありがとうございます。1位はだららん、ジョエルさんでした。ありがとうございました。スクショ撮りますね。撮ったのでありがとうございます。ということで、メタンクラブでありがとう。皆さん本当にゲリラ配信で見に来てくださってありがとうございました。夏休み皆さん楽しんでいきます。はい、ありがとうございました。お仕事頑張ってください。バイバイ。